トンボ地域、またはトンボレジオは、冥王星の表面にある巨大な高アルベド地形。冥王星の明るい地形的特徴としては、最大であり、かつハート型に見えることから、ザハートの愛称でも知られている。トンボ地域は、赤道のちょうど北側に位置しており、南西でクトゥルフ地域、南東でクランマクラという二つの大きな低アルベド地形とつながっている。 ハートの西側部分はスプートニク平原と名付けられた幅 1000km の窒素などの氷に覆われた平野が広がっている。東側部分には明るい高地が広がっているが、この高地にはスプートニク平原から大気によって運ばれた窒素が雪となって降り積もり表面を覆っていると考えられている。降り積もった固体窒素は氷河となってスプートニク平原に還元される。 トンボー地域の名称は、冥王星の発見者、クライドトンボーにちなんで名付けられた。トンボー地域は、巨大で、明るい色をした、全長1590キロメートルにもわたる地域である。ハートの西と東では、地形的に大きな差異がある。西側は、スプートニク平原と呼ばれており、東側よりも平坦で、色も若干異なっている。観測当初、 この平原は巨大な衝突クレーターが窒素の雪で覆われたものではないかと考えられていた。また地域内の明るい点も最初は山の山頂ではないかと言われていた。しかし2015年7月15日に公開された写真には標高3400メートルの水の氷の山脈が映し出されており、これによりこの地域はクレーターによるものではないことが明らかになった。 続く観測データでは、スプートニク平原の中央部は窒素や一酸化炭素、メタンの氷に富んでおり、また、平原の外縁部に近い地域では氷河のような氷の流れが存在しており、さらにクトゥルフ地域の東端では、暗い物質の上を明るい物質が覆っていることも明らかになった。スプートニク平原の表面は多角形の対流セルに分割される。 平原の年齢は1000万年未満と見られており、これは冥王星が地質学的に活発な状態にあることを示している。トンボ地域はニューホライズンズ探査機が冥王星に到達する60年も前から、冥王星の明るい地域として識別されていたが、地球からの観測では十分な解像度を得ることはできなかった。 60年の間、トンボー地域はうっすらとした明るさの変化として観測されていた。トンボー地域は2015年にニューホライズンズ探査機が冥王星到着直前に政府モードから復旧し、その後に送られた最初の冥王星の写真で初めて識別された。NASA は当初その形からハートとして言及した。7月15日になり、 この地域はニューホライズンズチームにより、冥王星の発見者、クライドトンボーにあやかりトンボー地域と命名された。レジオはラテン語で地域の意味である。トンボー地域が正式な地名となるには、国際天文学連合による承認が必要だが、IAU の惑星系命名ワーキンググループの議長、リタ・シュルツは、この名称はすぐに採用可能であり、 私たちはそれを事前に議論してきたと述べている。一部の人々は、トンボ地域はディズニーキャラクターのプルートに似ているとコメントし、ウォルトディズニーカンパニーもこの話題を取り上げた短い動画を公開した。ありがとうございます。